い、皆様こんにちは、あいまろです。今回はあいまろラジオとなっております。そしてまた動画付きです。よろしくお願いします。ですね、今日は6月4日なんですけれども、この動画を出せるのが今日6月4日なのか6月5日になるかわかんないんですが、ちょっと急いでるのですいません、いつも以上にまた簡単な編集で、もう途中で5秒10秒ぐらいって言ったまま止まってもそのまんまの編集で行く可能性がございます。あらかじめご了承ください、すいません。それでですね、あさって6月6日令和6年6月6日ということで、6が3つつく日なんですよね。それで昔ね、オーメンっていうホラー映画っていうんですか、がありまして、あれのせいでですね、なんか6並びのものってなんかこう不吉だったり怖かったり、なんか猫嫌なイメージがあったんですけど、実際はどうなんだろうっていうのがありまして、その話をちょこっとしたいと思います。そしてすいません、ちょっと話前後しちゃうんですけれども、今日ね、あいまろラジオということでラジオなので、もしコメントいただける場合はお便りっていうような感じで、次回のラジオ放送の時にご紹介させていただきます。そのようにさせていただいております。そして前回ね、私は婚活についてっていうラジオを出した時にコメントをねいただいているので、そのお返事はごめんなさい、最後にお話しさせていただきます。そしてそのコメントを読ませていただいて、それに対してのお返事と同時に、まあ、それにねまつわるお話なんかもまたねプラスでさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。そしてその666の話なんですけど、6が3つということで、弥勒のことっていうかね、弥勒を表すとか言われていて、まあ、要するに非常に縁起のいい日というか、この日にスタートするとね、いいよっていうような日だったりするみたいです。で、弥勒といえばね、もうなんか369も表してますから、まあ、うちの法則的なことですよね、数字上で。なのでね、何か今気になってるとか、ちょっとやってみたいなと思ってたんだよねとか、なんかそんなようなことがあったら始められるといいみたいです。で、この日はちょっと画面見ますね。この日はですね、なんかその弥勒ということだけじゃなくて、すごく運気が運気がいいっていうか、なんか吉日なんですよ。それをねちょっとご紹介しますねちょっと用意しとけよってねまずね、6月6日はなんだっけ、大吉。そしてなんて読むんだっけな、神吉、なんて読むんだっけ、神って書いて神様の神ね、で吉日って書いて神吉日だったかな、まあわかんない神事ごと、なんか神社に行ったりとか、なんかそういったことをするのにいい日と言われてる日です。それと なんといってもこの日ね、新月なんですよ。で、新月っていうのはお月様がね見えない状態ですよね、地球の影に隠れて。要するにそこからまた満月に向かって月がね三日月になってってみたいなことじゃないですか。だからね、何かをスタートするのにいい日って言われてるんですよ。それがね、いろいろと重なってるということで、すごくいい日みたいなのでスタート切りたいものがあったらぜひぜひということで、そんなにね、なんか大げさじゃなくても、やっぱり
ね、前からやってみたかったこと、ちょっと気になってること、この間始めたばっかりなんだけど、でもちょっとこっちも気になってるみたいなね、この間やろうと思ってたのとか、なんならもう始めたのにちょっと今こっちも気になってるみたいな、そういう時期らしいんですよ。で、私まさしく自分がそうだなと思っていて、そういう状態なんですけれども、こっちもねやったらいいし、こっちもみたいな。で、それはお仕事 だったりとか、お仕事につながるようなことだったりしても全然よくって、なんか今ってね、ちょっと未来がどうなるかちょっと読めない、すごく変革の時というかなので、ちょっと読めないんですよね。だからこれもやっといて、これもやっといて、これもやっとくみたいなのが多分ね正解なのかなっていう、あの時代みたいですだから何度も言うように、気になること、やってみたかったことをやってみるといいと思います。で、私の場合はあくまでも趣味的なことしかやってないんですけれども、例えばそれをやったからってどうなるのっていうのあるじゃないですか。だけどそれをやったからって言って何かを目指してるわけでも何でもないんですよ、私の場合ね特に。だけどそれをやること、気になってたそれをやることによって、それとか昔からやってみたかったと思ってたことをやることによって、何かつながりができたりとか、大事な、今後で大事なお友達となるような人と出会えたりとか、そしてそれをきっかけにまた何かやろうと思うことが浮かんだりとか、そういう何かねつながりの一歩になったりするので、これやったからってどうなんだろうっていう考えがふっと浮かぶかもしれないんですけれども、やってみたいな、やりたいな、なんか気になるなってことがあったら、ぜひね、やっていってください言ってくださいって言うとちょっと上からかもしれないんですけれども、なんかねどんどんねやっていきましょう。そして私はそのなんかちょいちょいつぶやいたりしてたんですけど、新しいチャンネルをもう一個今作ってるところです。まあ、作ったんですけどね。で、アップロードも一本してあって、でもう一本ね今作ってる途中なんですけど、写真系のチャンネルをね今作っております。でね、ほとんどの人があんまり興味ないと思うんですよ。で、写真って言ってもなんか例えば大自然を撮りたい人、それから動物を撮りたい人、それから人を撮りたい人、お花を撮りたい人、それから街スナップをしたい人、もう全然違うんですね、写真界の中でも好みというか撮りたいものとか。そうするとね、なかなか私がやろうとしてるチャンネルがハマる人っていうのも本当に少ないと思うので、でもまあ写真は興味あるからっていう方がいらっしゃったらね、ぜひぜひ見ていただけると嬉しいです。今後は例えば撮影旅行みたいなのがあったりとか、お散歩撮影行ったりとか、どっちかというと写真のことが中心になるような話題の動画は全部そっちの方に上げていこうかなと思っています。そしてで、できたばっかりのチャンネルなんで、そちらではお知らせのね、なんてコミュニティっていう、ちょっとなんていうんだろう、ちょっとしたお知らせが載せられるページ、あれがまだ使えないので、今のこのこちらのチャンネル、あいまろチャンネルの方で、写真の方のチャンネルでこういう動画をアップしましたっていうお知らせは載せさせていただこうと思います。なのでちょっと興味があったらぜひご覧ください。で、特に1本目は6月6日の朝もう公開予定なんですけど、ポートレートをね無料で撮りますよっていうお知らせ、希望者がいらっしゃるのであればですよ、私は多分ね、まあ、基本的にいらっしゃらないと思ってるんですけど、でももしね誰か撮ってくれないかなと思ってる方がいたら撮りますよというお知らせでございます。ただ
方は条件がいろいろあって、これに該当する人が極端にまた少ないと思うので、はい、まず顔出しされている方、これも絶対条件なんでその時点でね、もうちょびっとしかいないじゃない。はい、なの で、あとは、まあいろいろ書いてるというか喋ってるんですけど、20歳以上で女性でっていうところが、最低限の条件ですね。なのでもし該当する方がいらっしゃったら、あと、自分は当てはまらないけど、例えば知り合いの方とかご家族とかねの方で顔出ししていて、これから何か活動をしていこうと思っている人、女性ね、基本的には若い女性なのかなと思ってますけど、でその人方たちが写真撮ってほしいなって思った時に誰かに頼もうと思ったら、ちゃんとしたプロカメラマン、もう顔出しして、なんとかスタジオとかなんとか、もう有名なプロカメラマンの方とかだったらまだ安心なんですけど、会ってみないとどういう方なのかわからないっていう方に頼んだりねするの怖いじゃないですかね。例えば何人かで一緒にいる中でついてきてもらってね、撮ってもらうっていうんだったらいいんですけど、写真撮ってもらうだけなのにね、誰か一緒についてきてもらうっていうのもお願いするのも大変だし、そうあれ怖いよねってちょっと思ってて、なのでSNS にねいっぱい写真載せたいんだけど、誰か撮ってくれないかなって思ってらっしゃる方がいたら、私がよく娘と一緒に写真撮りに行ってるので、お互いをね取り合いっこしてるので、そこに来ていただけたら撮りますよっていうような、そんなような感じの内容になっています。詳しく喋っているのでよかったらご覧ください。はい、そして今日はねちょっと短めにということで、本当に短く終わるんでしょうか。はい、じゃあ早速コメント返しにも入ります。はい、こちらの話題に、はい、じゃあ次はコメント返ししていきたいと思います。はい、もう4週間前ですね、すいません、としやさんからですね読ませていただきます。あいまろさん、おはようございます。あいまろさんが嫌いなゴールデンウィーク最終日に時間ができたので、まずここでストップゴールデンウィークが嫌いなわけではありません。嫌いなわけじゃないんだけど、混みすぎだよっていうね、だから出かけませんって言ってるだけです。はい、決して嫌いではございません外に出ないとただ仕事してる時はね待ち遠しかったですけれども、連休が仕事してないとですね、はっきり言ってなんだか迷惑ぐらいには思ってますひどい話だよねだってさ、関係ないもんね、もう仕事してなかったらね。いや、あの混み具合はないよマジで。とにかくゴールデンウィーク中は海外の皆さんはね来ちゃダメだって、日本に。日本人だけだって大変な混雑なんだからね、これなんとか対策打った方がいいんじゃないでしょうか。はい、続き、そうだからゴールデンウィーク最終日に時間ができたので、テレビにつないでぶっ通しで見聞きしました。ありがとうございます。だけどおばさんの顔ね、テレビの大画面で映しちゃダメ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 、もう具合悪くなっちゃうからダメダメダメ、もう二度としないようによろしくお願いします。はい、そして自然な会話でその辺の喫茶店とか居酒屋で会話している感じがしてとても楽しかったです。ありがとうございます。これがね本当に嬉しい感想でございます。なんかそんな風にね、一緒におしゃべりしてるような感じでゆるく聞き流してもらえたら
一番いいなと思ってやってるんで、あの非常に正しい、あの視聴者状態でございますもう訂正しない、視聴者者、はい、はい、そして婚活、そう、前回婚活の話してるんだね。婚活の話にうなずき、コンプレックスの話も共感、特に自信の話、あの自信があるとかそういう話ね、そう、自信があるないの話です、の話には深く感銘しました、ありがとうございます。これ結構ね結構私のこといろいろねお話ししたんだと思うんですよね。ちょっと気になる方はぜひ、そう、コンプレックスなんか持つ必要ないというか、コンプレックスって本当に無意味っていうような話をさせていただいているかと思います。あのよかったらちょっとえってちょっと気になるワードがあった方はちょっと見ていただけると嬉しいです。はい、そして1時間ずっと相手がいなくてもお話しできる話術、ここで拾うかな、話術じゃないから、おばさんいくらでも喋れるから、もうエンドレスに喋れるから、おばさんなだけだから、はい、要するに1時間ずっと喋れる体力に改めて素晴らしいと感心しました。これに関してはあのね、一人でずっと喋ってると喋り続けてるだけじゃないですか。だからあの休憩がないよね、お休みが。だから1時間喋ってると、動画が1時間近いっていうことは、私はもっと喋ってるんで、だいぶカットしてるから、もうね、あの最終的には頭がねぼーっとしてますそうなの。だからお友達とだったらあの何時間でも喋ってられるの。女子はあの経験あると思うけど、6時間ぐらいあの喋るとか全然あるから男子は聞いてるだけでちょっとうんざりしてくると思うんだけど、女子はみんなうなずいてると思うよ、絶対経験あると思う、ずーっと喋ってられるの。でもそれはやっぱりさ、あのね、キャッチボールだから、相手が喋ってる間うん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 って聞く休憩時間があるからね、喋れるんであって、やっぱり一人で弾丸のように喋ってるとですね、ちょっとあの頭がさすがにぼーっとしてくるのでございます。また聞きたいので投稿お待ちしています。いやありがとうございます、本当にありがとうございます。あの割と最近、うん、登録してくださった方も、あの私のチャンネルってさ、こうなんていうの、ごったにね、雑多なチャンネルでいろんな話題入っちゃってるんで、その中でもあのラジオが一番気に入ってますって言ってくださった方がいて、ありがとうございます。もう何でもいい、本当に気に入っていただけるんだったらありがとうございます。そして追伸、私はイヤリングしている女性が好きなので、今回のアイマロさんはいつにも増して素敵に見えました。イエイ。あのね、シルバーの大きめのイヤリングしてたかと思います。私今日さ、してたんだよね、そういえば。そう、今日あのお出かけしてて、で帰ってきてちょっとイヤリングってさ痛いんですよ、耳が。さっき外しちゃったんだよね、忘れてた。これはリエンダさんのマーク、これをしておきましょうかね。でさ、女子はみんな知ってるんだけど、なんかこのイヤリング、この揺れるイヤリングって、なんかついつい男子がじーっと見ちゃって、なんか魅力的に見えるらしくって、あの揺れるイヤリングを しとくといいっていう、なんか言い伝えがあるの言い伝えっていうんですか、こういうのなんかそういうのがあるんですよね。だけど女子から見てもね、本当に女性から見てもこういう揺れるイヤリングをしてる人を見ると、いや素敵と思うよね。うん、すごく可愛く見える。だからいいですよね。でね、私が全然さ、アクセサリーなんかもつけない期間がすごく長くって、そうで、アクセサリーもほぼ全部
に近いくらいもう処分しちゃって、それで改めてイヤリングを買ったのが、結構ベリーショートにした後、ショートの人は本当にイヤリング映えるんで、見えるじゃない、もろに見えるからさ、絶対するといいよね。めちゃくちゃ漏れますよね、今の言葉で言うと。めちゃくちゃ漏れるだし、やっぱり、ね、自分がテンション上がるのですごくいいと思います。私はもうちょっとまたね、ずっと伸ばしちゃってるんでイヤリングが目立たないけど、やっぱりアクセサリーって気分が上がりますよね。機嫌も良くなるし、うん、自分のテンションが上がるので、イヤリングね、割と、まあ、必ずじゃないけどするようにしたりしています。ただマスクしてた時代は、マスクね、取ったり外したりの時に落ちやすいので、でさ、イヤリングさ、なくすよね。あるあるなんですよ、これ。だからもう片方しかないイヤリングが、私もうピアスも してたから、片方しかないピアスがもういっぱいあって、しかまあ、片方だけとか違うピアスするとか、それも楽しいんだけど、もう全部処分しました。もうどっちかがね、ピアスは埋まっちゃってるので、もうしなくていいやと思ってしてないんですけど、イヤリングはね、テンション上がるんでしていきましょう。そう、でもさ、だからそういう意味では不思議だよね。だって単純にさっき言ったみたいに女性が見ても素敵と思うし、なんかさ、例えばさ、風鈴なんかさ、まあ、音がね、涼しげでいいっていうのもあるんだけど、風鈴の下にさ、なんかこう短冊みたいなの下がってるじゃない。あれがさ、ヒューって揺れてるの見ると、なんかいいよね。ちょっとなんでいいって思うのかわかんないんだけど、なんかいいよね揺れてるものって。あれどういうことなんだろうね。絶対学術的にこうだから揺れてるものを見るとなんかいいって思うっていう理由が絶対あるはず。ご存知の方はコメント欄で教えてくださいそういうの面白いよね。イヤリングの話に関してはすごい前、世界の終わり、バンドのね、の沙織ちゃんが結婚する前ね、だからいつくらいなんだろう、すごい前だよね。なんかその当時ブログだったかなに、揺れるねイヤリングをするとモテるらしいから、とりあえず揺らしとけってことでみたいな感じに書いてたの覚えてる。沙織ちゃんでもそんなこと思うんだと思ってさ、と思って、ずっと追って見てたわけじゃないんだけど、なんかたまたま見た時にそんなことが書いてあって、で全く同じようなことを、これも結構前なんだけど、蜷川実花さんがインスタで書いてあって、インスタにねそう、美香さんでもそんなこと思うんだと思ってでもやっぱりさて、男子がどう思うかともかく、やっぱ自分のテンションが上がるっていうのがやっぱ最高にいいんじゃないでしょうかと思います。はい、ではちょっと短いんですけども、今回のラジオ放送は以上となります。いつもご視聴ありがとうございます。次の動画をね、ちょっと今ごめんなさい、もう一つの写真系のものばっかり今作っててあれなんですけれども、ちょっとまたね、もしかしたら泣いちゃうかもしれないんだけど、ちょっとバランスよくね やりたいなと思うのと、あとは実はね、絶対にちょっとツイッターにも書いたん、ツイッターじゃない X ね、今ねにも書いたんですけど、絶対にもう一つのチャンネルは作らないって固く決めてたんですね。でそれはやっぱりブログをやっていた時代に、もう十何年間ずっと毎日ブログを書いてたんです。でも私多趣味だから、なんか違う趣味を始めた時に、今まで見てくださった方が急に私がこんな趣味始めて、そんでお前ね毎日のように書いてたらつまんないんじゃないかなって、なんかめちゃくちゃ気使っちゃって、だから別ブログ作ったりとかするのね。でもまたさ、使
作ったからにはそっちもさ一生懸命やりたいじゃない。でも単純無理なのよ。ブログはブログでさ結構手間かかるじゃん。私なんか写真いっぱい載せるし、あの文章ね間違ってないか何回も読み返すし、いろんなデータとかね。でやっぱりさ、例えばお店だったらリンクも貼るしっていうことやってると時間かかるじゃん。だからね、たった2つでも2つをね管理するって結局ねできないんだよね。だけどまたさ懲りずに別のことに興味があるとやっぱ気使っちゃって、やっぱ別ブログにした方がいいかななんて作るんだけど、またさ無理なのね。だからもう無理なんだよあっちこっちやるのはと思って。でましてさ YouTube なんか本当に大変だから、動画の編集って何十倍も大変だから、ブログの。だからもう一つのチャンネル作るなんて、でしかもさ大きいチャンネルならいいよとか人気者なら、だけどね、まだ1000人も行ってないのに別チャンネル作ってどうすんだよって感じだったんだけど、その大変っていう部分でやっぱりさ、やってるからには盛り上げないと、でまずは1000人目指さないとっていうのがやっぱりあったんだけど、でもそれよりもやっぱり見てくださる方が見やすい方がいいよねってやっぱりそこに戻ったんですね。だからブログもそうなんだけど、YouTube もさ一つの、ジャンル、それに特化してやることっていうのがもう絶対的なセオリーなのよ。ブログもそうなんだけど、そんなのさ自分だって見ててそうだもんね。だから私なんか例えばガーデニングが好きじゃない、だガーデニング の, チャンネルもいくつも見てるやつあるんですけども、それ楽しく見てるのに、例えばさ突然釣りに行ってきましたなんていう動画がさ急に上がったとするじゃない。いやいやいや、ガーデニングのね動画が見たいんだよこっちはって思うじゃない。でちょっとさ、なんかちょっとそんなのが多くなってくると、もう何のチャンネルだよみたいになるよね。つまんないよね。うん、そうするとさやっぱりだんだんね見なくなっちゃったりってありうるじゃない。でそれで言うとさ、私のなんかさもうなんかもう何のチャンネルみたいな感じでしょ。だけど私は同じことをねずっとやるってことがどうしてもできないタイプなので、自分が楽しくないとさ続けられないから、もうそれはもうしょうがないと。だからせっかくねチャンネル登録してくださっても、ファッションのことが見たくて登録してくださった人もたくさんいらっしゃったはずなんですけど、旅行の動画ばっかり上げてる時期があったから、それつまんないよね。それはご旅行に行くこともあるでしょうけど、ファッションに今気が向いてる時はファッションのことしか見たくないんですよ。だから私もファッション系のねチャンネル、まあほぼ若いモデルさんのばっかり見たりしてるんですけど、ねえそこで突然さなんかサッカー観戦ブログみたいなVlog みたいなのばっかり載せられたら、いやいやいやファッションの話が見たいんだよってなっちゃうもんね。だから本当にそんなことは分かってるんだけど、どうしてもねできないって思ってたんですよね。ただ今回の写真に関しては結構意外とマニアックな分野なので、それはね分けようって思ったわけなんです。ちょっと電池がなくなっちゃうので一回切ります。なんか以上になりますって言ってからがなんか長いなっていう感じなんですけどまあそんなわけで、でこちらのあいまろチャンネルの方ではファッションと旅行とかお出かけ、その辺を中心にやっていきたいと思います。であとこのラジオね、それとあと私がやりたいのはあともう一個なんだっけ、作業用動画で、そこにお手紙ね書いたり、いただいたポストカードをご紹介したり、あなんだっけ作業用動画っていうのはポストカードを作るやつね、うん、そこをねそこにまとめちゃおうかなって思っています。
だから今までなんかちょっとした日常的なことを、Vlog っていう形で、ね、オーガスト Vlog とかね、そんな風にやってたけれども、それはちょっとねやめて、日々の出来事はX の方で本当にわざわざ動画にするようなことじゃないようなことは X に載せて、でちょっと最近はね、ちゃんと自分を大事にするためにも自分の自撮りしたりね、撮ってもらったりしたのを自分のインスタに上げてるんですけど、にしようかなと思っています。だから日常 Vlog はねなしにしようかなって思っています。でお出かけはお出かけっていう感じだから、相変わらず雑多な感じなんですけど、そんな風にしようかなと思っています。それで今ね生活環境が変わると思うんだよね、多分来年。そうなった時に多分がっつりガーデニングもまたスタートすると思うので、それまたガーデニングチャンネルを別にしようかなと思っています。だからね、要するにチャンネルを登録者さんがどんどん増えて1000人も超えて、たくさんの方に見ていただいて登録もしていただいて、収益化したら嬉しいし、でその1000人超えたらメンバーシップもできるから、そしたらね、例えば前もね言ってたように、この日ウォーキングイベントに参加するんで、駅からハイキングとかさ行くんで一緒に行きませんかとかね、あと、写真の方1000人以上行くと本当嬉しいんだけど、そっちでメンバーシップができれば一緒に写真撮りに行きましょうっていうね、撮影会ができるなと思って、それを目指したいところなんですけれども、まずはやっぱり見てくださる方が、写真ばっかり見たい人は写真の方のチャンネルでってね、でファッションとか旅行を見たい方は今のこのアイマロチャンネルの方で、再生リストにね、カテゴリー分けをしてるので、そちらで楽しんでいただければなというふうに思っております。相変わらずの雑多チャンネルはねこのままっていう感じなんですけど、そんな感じでやっていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。そしてお便りくださったとしやさん、本当にいつもねありがとうございます。でなんかコメントくださるのがなんか男性 がね多いんですけど、ほぼ女子しか見てないからねこのチャンネル本当にそれそうだよね、女子向けに作ってるんでね、はい、でも本当にそんな中ね見てくださる男子がいるっていうのが本当にありがたいです。本当に感謝しております、ありがとうございます。というわけで今日の、ラジオ放送は以上となります以上となります。なんとか本当に長かったでした。はい、じゃあ次のね動画、そして作業動画、そしてラジオ放送でお会いしましょう。それではまた。の前にいいねとチャンネル登録と、あとよろしければコメントもお願いします。はい、それではまた大丈夫今回